ラマには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から働く若者の物語をお送りします。ぜひお楽しみください。あ、加藤さん、すみません、お待たせしました。山下、遅い。どんだけかかってんのよ。いや、すみません。たく、あんたの価値のないすいませんも相変わらず治んないわね。あ、すみま、あ、で、どうだったのよ。はい、なんとか契約してもらえそうです。本当に？やるじゃん山下。加藤さんの熱心なご指導のおかげで俺ずいぶんたくましくなりましたから。何よそのトゲのある言い方は。いや、そんなつもりないですよ。本当に加藤さんのおかげだって感謝してるんです。だって飛び込み営業で全く相手にされなくてもくじけない心を育ててくれたのは加藤さんじゃないですか。わかってんじゃない。でも言っとくけど山下、あんたまだそんなに育ってないからね。一件うまくいきそうな案件ができたぐらいで調子に乗らないの。そんな、調子になんか乗ってないですよ。俺会社入ってまだ半年ですよ。調子に乗れる身分じゃないですから。そう？ならいいけど。さ、じゃあさっさと会社戻るよ。見積もり作んなきゃいけないでしょ。せっかく初の契約取れそうなんだから間違っても取りこぼしちゃダメだよ。こういうのは対応の速さが信頼を得る第一歩だよ。はい、わかりました。4月に就職し、もうすぐ半年が経とうとしている。直属の上司である加藤さんは右も左もわからなかった俺に厳しくも根気強く営業のノウハウを教えてくれている。初めの頃は何をやってもうまくいかず、そもそも俺には営業の仕事が向いてないんじゃないかと何度も何度も心が折れそうになった。でも最近ようやく何かをつかみかけているような感覚があり、仕事が面白くなってきた。すみません加藤さん、ちょっといいですか？いいわよ。見積もり作ってみたんでチェックお願いします。どれどれ。うん、いいんじゃない？問題ないと思うわよ。本当ですか？本当ですかって何よ。適当に作ったわけ？そうじゃないですけど、あんまり自信はなかったんで。大丈夫よ、これで契約取れるといいわね山下。はい。よし、じゃあ今日はもうこの辺で切り上げて、山下の初めての契約の前祝いでもするか。え、いいんですか？ありがとうございます。あんたのおごりでね。俺かよ。冗談よ。加藤さんは珍しく上機嫌だった。なんでかは言うまでもないだろう。表立ってはほとんど俺を褒めることがない加藤さんがとても嬉しそうにしていることが俺にとっては何よりの褒め言葉だった。はい、じゃあ少し気が早いけど山下の初めての契約が無事に成立することを願って、乾杯。乾杯。おいしい。加藤さん、改めて、いろいろとありがとうございます。やめてよ、そんなかしこまんの。くすぐったいじゃない。いいのよ。あんたが努力してきた結果なんだから、私にお礼なんかする必要ないの。でも、一人ではここまで来れなかったんで。それは誰だって最初はそうだから。でもさ、山下最近仕事楽しそうだよね。表情も生き生きしてるし、ね。いや、実はそうなんですよ。なんか、毎日ヘトヘトで家に着くと玄関の扉を開いたらその向こうがどこかまで続いてたらいいなっていつも思ってたんです。入社してしばらくは。でもそんなこと言って仮にどこかに行ったとしてもまたそこでも同じこと繰り返すだけなんだろうなって気づいて、だったらここで頑張ってみようって。まあうまくいかないことばっかで相当揺れましたけどね。なるほどね。でもまあそういうもんかもね。腹くくった途端に今までうまくいかなかったことがいい方向に転がり始めるもんだよ。そうなんですよ。ふーん。なんすか加藤さん。いや、
山下って意外と芯がしっかりしてんだなって思ってさ。いやー、僭越ながらそうなんですよね。パッと見いい加減で根性なしなんだけどね。でもね山下、芯がしっかりしているのはある意味ではいいことかもしれないけど、固くなすぎるとさ折れちゃうよ。まあさ、世の中いろいろあるけど、もっとしなやかに考えることも大事だから。一本木もかっこいいけどさ、そればっかりだとあんたいつかポキッといっちゃうよ。そっか、絶対折れないぞって固くなに踏ん張りすぎると確かにかえって折れやすいかもしれませんね。もっと竹のようにしなやかにか。加藤さん、アドバイスありがとうございます。授乳料はここの代金でいいから。やっぱ俺。ほら、じゃんじゃん食べて、ぐいぐい飲んだ飲んだ。今日はあんたのお祝いなんだから。いや、俺持ちなんでしょ。